はいどうも、今日はベストボディジャパン宇都宮大会まで残り3週間の立石さんに、また来てもらってます。前回同様大会についていろいろ聞いていこうと思いますので、ぜひ見ていってください。宇都宮大会3週間前にして、ちょっと今の大会に向けての意気込みっていうところ何かあります？ない、もうそんなのことは考えない。大会活動みたいな、はい、早く終わってほしい早く終わってほしい。減量が今減量3ヶ月目にしてどうでした？体重下がってる時はいいんだけど、停滞し始めたらもう何も楽しくない。だから今停滞してるよね。今停滞してるから。でも体変わってきたっていうのは楽しかったんじゃないですか？あ、最初はね本当に面白かった、はい、しそんな辛くなかったから、落ちてるから、はい、精神的に。食べたい欲はすごいですか？食べたい欲はすごい。それは空腹なのか、あとはラーメン食べたいとかなのか、どっちの方が強いですか？最初はね、すごい空腹だった。慣れてきたら、そこら辺にあるラーメン屋とか、クレープとか、シュークリームとか。そう、僕も今減量入って3週間経ったんで、すごい気持ち上がりで、ね、目の前でドーナツ食べたりとかして、いじったりしてたんですけど、もう今ね、同じ立場だとすごい分かるですよね。クレープ食べたいですね。クレープ食べたい。体に悪いものが食べたいですよね。脂質と糖分が一緒になってるやつ。クレープとかケーキとか。うん、立石さんの減量を始めた当初の体脂肪と今の落ちた後の体脂肪と何パーと何パーなのかっていうの、始めた時が明確には覚えてないけども、大体16ちょいぐらいで、今が 7.6 ぐらい。もう3ヶ月経って、そう、大会まであと3週間で目標は何パーぐらいまでは？最初は5パー切るぐらい落としたかったけど、はい、今こう停滞を迎えてるから最低でも6パーは切る、はい、5パー切るのはちょっと難しいかもしれない、はい、体重でいうと最初は何キロから始まって、今何キロぐらい？体重始まった時が69。今が？今が65切ってるぐらい。じゃあマイナス4キロ。うん、大会当日には何キロぐらいで仕上げたい？いや、最初の予想では60キロぐらいだったけど、はい、今はもう62ぐらいで完成すれば、最初3キロぐらいストンと落ちて、これ余裕やんと思って、60キロぐらいでいっかみたいなと思ってたけど、ピタッて止まって、もう1ヶ月弱ぐらいはもう停滞してる。これからその停滞はどう打破していくんですか？今までカーボリフィードカボリフィード入れたりしてたけど、その複合炭水化物でリフィードしてたのを、はい、今日砂糖とか和菓子とかの炭水化物を多く取って、はい、グリコーゲン溜まる場所、肝臓のグリコーゲンを溜めてあげて、はい、体脂肪を元に申し上げようかなっていうので、一回自分の体で実験してみる。立石さんリフィードのみですか？チートデーは入れてない？チートは最初前半は入れてた。チートデーはもう基本的に何でも好きなものを食べるっていう、うん、何でも好きなものカロリー気にせずバンバン1日通して食べる。もう1日通して朝から晩まで。今はリフィードのみで。今はそうだね。どうでした？チートとかリフィードを入れてそこからまた減量に戻してっていうのは、うん、やっぱりオチは良くなったりしました？チートは10日に1回ぐらい入れてたんだけど、チートで増えた分がその残りの1週間かけて元に戻るような全然意味なかったけど、リフィードはやっぱ一回代謝上がるから前よりか落ちるっていうのが、落ちが良くなる。チートは食った分普通に太るっていう、うん、じゃあ今の1日のちょっと食事を教えてほしいんですけど、うん、今1日何食食べてます？3食ですか？5食ぐらい。5食に分けて食べてる、うん、5食のそれぞれの内容は大体何が多いですか？今は取ってるのが炭水化物源が発芽玄米で、タンパク質が鶏の胸肉。最初脂質も結構切ってたんだけど、はい、脂質取らないと体の調子が良くないから、最近はくるみとか卵、全卵、全卵で、うん、取って脂質もちょっと取ってる。あえて脂質取るようにしてるって感じですね、うん、それを5食ぐらい食べるような感じで、脂質は朝と昼だけ、はい、取って、はいはい、夕方とかは炭水化物取らない時もある。バランスよく取ってるかっていうよりかは朝とトレーニング前後に炭水化物振ってっていうような感じ、はい、野菜はあんまり食べないですか？野菜は炭水化物取らない、発芽玄米取らない時に代わりにっていうような感じかな。あー、なるほど、うん、じゃあ無理に毎食取るとかっていうのはしてないですね、うん、立石さんの今のご飯の総カロリーっていくつぐらい取ってます？今1600前後。ああ、1600前後、うん、結構低いっちゃ低いですよね。始めた当初もそんぐらいでした？始めた当初はもっと取ってた、2200ぐらいから徐々に落としてた。2200で停滞してリフィード入れて、リフィード入れた直後2800に落として、でまたリフィード入れて次1600に落として。1600だと空腹時とか夜とか寝れない？夜は寝れない。寝れない時とかどうするんですか？寝ない、はい、寝るまで我慢する。なんかそこで対処法とかないですか？もう寝る前、本当に寝れなくて、マジで寝れなかった時は白滝を家に置いといて、はい、あのもずくのスープ1食15キロカロリーぐらいのあれ温めて、白滝そのままバーンってぶち込んで、トータル20キロカロリーぐらいの内容物を胃に入れて寝るある程度空腹感を和らげて、うん、毎日寝れないのをこう我慢して寝てると、はい、まあ、2日間とか3日間続くと普通に寝不足になってくるからそうなると寝れる。じゃあ最後有酸素のユームについて聞きたいんですけど、有酸素運動を減量中し
してます？先週から入れた。え、じゃあもう最初の1ヶ月半とか2ヶ月目とかはしてなかったですか？全然してない。食事だけで落とせると思ってたから。入れる要因となったのは低体ですか？もう完全にそれ。先週から入れてどうですか？1週間しかまだやってないけど、うん、足の脂肪は結構落ちたと思う。それはやっぱり足を動かしたから足の脂肪が落ちやすくなった。そうかもね、足を動かしたから。上半身はそんなに変わんなかったですか？上半身はそんなに変わってないと思う。まあ単純に消費カロリーが多くなったっていうのはあると思うんですね。そうだね。目的がそれだからね、消費カロリーを上げる。あんまり摂取カロリー落としたくないから。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。トレーニングからベストボディ3週間前の対談と2本撮らせてもらったんで、ちょっとあと1本だけトレーニング前後の食事について聞きたいと思うので、それはまた別の動画で出します。今3週間前なんで、もしかすると1週間周期でコンディションと大会前の動画で出せると思うんで頑張ります。あと宇都宮大会出る方、よろしくお願いします。会場で会ったらぜひ一緒に来るんで宇都宮大会、はい、もし YouTube 出たい方いたら声かけてください。いるかわかんないですけどねもしいたら。そんな感じで今回の動画は終わりにします。減量を始めてみたい方、モチベーション下がっている方のお役に立てればと思いますので、ぜひいいねボタンとあとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Feel the waves cut through me, hypnotized.